グレーマウスグレーマウスの位置グレーマウスはニュージーランド南東のウエストコースト地方にある町である南東の北海岸グレー側の河口に位置するリーフトンが近くにある2010年の統計では人口1万人経済活動は漁業、工業、落農を基本としている歴史的には金採掘が主な産業でありまた石炭採掘は今日よりも はるかに大規模に行われていたグレーマウス1400年代にマオリ族の部族が現在のカンタベリー地方に入植し海産物、鳥類などを狩猟し生活を始める。部族は石などを材料に工芸品を制作し部族の工芸品はニュージーランド全土へ行き渡る。ニュージーランドの南東の西海岸は降水量が多くグレーマウスもまた多くなっている。 南に位置するミルフォードサウンドよりは降水量が少ない。クライストチャーチより直通特急が運転されている。グレイマウス空港からクライストチャーチ国際空港、ウェリントン国際空港への航空路線が就航している。クライストチャーチ、クイーンズタウンタから高速バスが運行されている。クライメート、グレイマウス、クライメートグラフ、テンパチャーグラフ、クライメートテーブル。 climate-data.org 2014年1月30日閲覧 .ab グレイマウスニュージーランドブールスカイズ2014年1月30日閲覧。ありがとうございます。